生命へ至る道。前述でも述べたように、宇宙においてアミノ酸はありふれたものであるかもしれないことが分かってきました。ただし、アミノ酸はあくまでも生命の材料物質の一つでしかありません。アミノ酸が15、2つ以上の分子が化学的に結合し、元のものより分子量の大きい化合物を作ることして高分子化することによってタンパク質が作られます。しかし重合反応はそう簡単には起こりません。水の蒸発環行を繰り返すような干潟のような環境を想定した実験を行うと重合が生じることが知られています。あるいは堆積物に含まれる粘土の表面が溶媒のような役割を果たし、重合反応が促進されるとする考え方もあります。前者であれば、生命の誕生には陸が重要であった可能性が高く、後者であれば生命の誕生は海底堆積物が重要だった可能性が高いということになります。いずれにしても何らかの条件によってこうした重合反応が促進されタンパク質が作られたはずなのです。しかしタンパク質には自己複製能力がないことが大きな問題です。そもそも現世の生物においてタンパク質がどのように作られているかというと、遺伝情報である DNA がメッセンジャー RNA に転写され、それが細胞質中のリボゾームに結合し、トランスファー RNA によって運ばれてきたアミノ酸とつながることでタンパク質に翻訳されます。 DNA からタンパク質が作られる流れはセントラルドグマと呼ばれます。ここに大きな問題が存在するのです。 DNA を作る際には DNA 合成酵素が必要です。また DNA から RNA を作る際には RNA 合成酵素が必要です。それらはタンパク質なのです。すなわちタンパク質の酵素としての役割、触媒作用がなければ DNA が作れないことになります。しかしタンパク質を作るためには DNA が必要です。どちらが最初だったのでしょうか。これはまさに卵と鶏の関係です。この問題は生物学における最大の問題の一つと言えます。この説明として、 DNA が先だとする DNA ワールド仮説や、タンパク質が先だとするプロテインワールド仮説がありますが、どちらも多くの問題を抱えています。そこで現在多くの研究者が支持しているのが第三の仮説、すなわち最初の生命は RNA を基礎としていたとする RNA ワールド仮説です。 RNA とはリボヌクレオチドがつながった核酸、リボ核酸で、 DNA と同じく遺伝情報になっています。ところがなんと触媒作用を有する RNA が発見されたのです。このような RNA はリボザイムと呼ばれ、 RNA 自身を切断したり貼り付けたり挿入したり移動したりする自己スプライシングと呼ばれる機能を持つことが分かりました。このことは初期の生命は RNA が遺伝情報と触媒機能の両方を担っていたのではないかとする
RNA ワールド仮説を強く支持する根拠となりました。このように生命の起源の理解は少しずつですが進んできました。しかし現在でもまだ生命の実験室を作るほどには程遠い状況です。さらに核酸はどうやって作られたのか、アミノ酸のホモキラリティ、 D 体 L 体の2つの共同異性体、原子の立体配置がお互いに鏡に映した物質同士のうち L 体のみが使われていることはどうやって獲得されたのか、なぜ生命が使うアミノ酸は20種類だけなのか、遺伝暗号はどのように決まったのか、生命誕生の場は海底熱水系なのか陸上なのかなど様々な研究が進んでいますが、まだまだわからないことだらけです。生命の起源は人類最大の謎の一つであり続けているのです。補足。アミノ酸は天然には約500種類ほどが見つかっているが、宇宙由来のものとしても1969年に見つかったマーチソン隕石からグリシン、アラニン、グルタミン酸、ベータアラニンが確認されている。全アミノ酸のうち22種がタンパク質の構成要素であり、真核生物では21種から、人では20種から構成される。動物が体内で合成できないアミノ酸をその種にとっての必須アミノ酸と呼び、動物種によって異なるが、人では9種類のアミノ酸は食事により摂取しなければならない。必須でないアミノ酸も摂取バランスによっては代謝異常や欠乏を起こすことがある。よろしければチャンネル登録と高評価をいただけると励みになります。以上、4代目ケンケンでした。